ンサーオレンジの取材に来ております。おっぱーちゃんです。はい、じゅんです。宮下です。はい。ですね、この距離が計測できる練習場に来ると、絶対にやりたかったことがあるんですよ。なるほど。それは、はい、飛距離が上がると言われているグッズをつけると、飛びる。飛びるのか。飛びるのか。飛ぶのか。をやりたかったんです。はい、なので、はい、やりましょう。はい、紹介するのはこれ。はい、何それ？アドレスキマリング。どういうこと？多分こういう道具は今まで一回もなかったと思う。何これ？足につけると距離がアップする。それつけるだけで？つけるだけで。つける本当に？アドレスキマリング。そう。で元々は いや怪しいですよ。怪しいよね。メーカーから飛ぶって言われたんでやるしかねえじゃん。もう20ヤード飛んだ人がいるという噂。本当に？ここに巻くことで横のアーチができるんです。こう。キュッとそう、こう、こうなる、うん、こうじゃなくて、こうなる、こうなる、これがこうなる、はい、だから扁平足の人が治ったり、私扁平足、お、キマリングだね、キマリング、キマリングだもん、そもそもそれ用に作ったの、もう計測していきます。はい、はい、そう、キマリングをつけないで打っていきたいと思います。5球、いい球だね。これ以上飛ぶのかな、あれ。これ以上飛んだらすごいよ。次行きます。次、はい、次お楽しみに。はい、ポッパさん距離だから、おー、いいやな。やばくない？150も150だよ。150。いやいや、恥ずかしいなあとなんかでも当たりが薄い、薄かった、うん、なんか当たってるとこ、めっちゃ右に行った。あ、でも優しい、飛んでる。120、おー、飛んだよ。教えてくれるか、ダメじゃん。付け方も
間違えてたんで、もう一回皆さんにお伝えしますね。まず大きい波になってるところと、ちっちゃくなってるところあるんですよ。で、飛ぶのがこっちだって言ってたんで、メーカーの人が。ちっちゃい波。そうそうそう。2個こう波になってるんですか。これを上にして、こうね、足の広がってる部分のところをのちょっとした短く、あの狭くなり始めるところ、骨の範囲にこうつけてみた。で、逆だったらこれつけるの。こっちも押し替えて、ちょっとつけるとこう、こういう感じないですか。なんか、うん、キュンってる気がする。キュンってつけるとなんかこう、ちゃんと立てて、この筋肉が使えるんだそうです。ここが使えるんだそうです。あとよくあるなんかこうバランス取ってるのに、こうさと強いやつがあって、ああいう効果もあるらしい。聞きました。分かりづらい。分かりづらいね。分かりづらい。5キュっていきたいと思います。はい、はい。すごーい。
力入っちゃうね。はい、お疲れ様でした。エアドレス決まりング、はい、気になる結果発表に行きます。結果発表です。公正なる結果発表なんですけど、純、はい、ちゃんさっきは 198.5、はい、198.5、これがですね196でした。あれあれ分かった。その後ちょっとだったら大体200超えしてました。安定感、安定感あります。ちょっとやっぱつけたばっかりでやったんで慣れが、ね、慣れが、はい、すいません、これメーカーさんすいません。次ホッパさん、はい、さっき 147.4 でした、はい、それがですね気になる結果なんと 154.4、 147.4 から154.4、 平均が7ヤードも伸びました。やったー、すごい決まりング、決まりング、ホッパ当てたね、うん、当てた、当てた、スイング早くなってましたね、うん、これからですね、はい、もっと使い込んで、使い込んでいきたい、使い込んでいきたい使い込んでいきたい、差し上げますね次私です、はい、先ほど 219.6 だったんですけど、219.4 でした。全く同じです。変わらず、変わらず 0.2 ヤード短かった、まあ、最初つけてたし、ずれてた私、やっぱりミスありますからね。ミスあった5だの中に203ヤードから、ただ最長距離の238は出たので、うん、まあいいんじゃないんでしょうか。飛んでましたもんね、はい、この気になるアドレス決まりング、はい、気になるっていう方のためにですね、なんとこのメーカーがですね、はい、くれるっていうプレゼントでーす、はい、言ってくれたので、はい、この辺の概要欄とコメント欄にリンクがあるので、いつものリンゴロクのプレゼント企画に応募してください。応募してください、はい、で自分の足のサイズで言ったら S、M、L と分かれてますので、それで応募していただけたらと思います。はい、はい、足のサイズ書くんですか。そう、23.5 以下、3.5 から5.5、 5.5 以上だと確か。じゃあ女性は大体 S だよ。 S かよ、はい、あの本当はいろんな効果あるらしいんですけど、今回はアドレス決まりの言い方でやってますけども、ぜひ使ってみてください、はい、皆さんお待ちしてます。アドレス決まりの使ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。